ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアウディ S8、はい、こちらをご紹介します。やってまいりました、トランスポーター、はい、トランスポーター、はい、来ましたね。全部見ました？全部見てますよ。当たり前じゃないですか。僕一番新しいのだけ見てないんですよ。あ、そうなんですか、はい、一番新しいのがこの方の前期型が出てくるんですよ。そうなんです、はいはい、それ以外は見たんですけど、はいはい、なんでちょっと楽しみでもあるんですけど、はい、そして今日、うん、S8 これ どうしましょう。 S8 でいきますか、 S8 でいきますか。 S8 でいきますか。 S8 でいきますか。はい、わかりました、はい、じゃあ S8 でお届けしたいと思います、はいはい。でまず車なんですけど、これボディカラーがなんかちょっと渋めの、はい、そうですね、渋めです、はい、なんかでも車格にこう見合って似合ってるというか。確かに、はい、はい、一応はい、まあアウディお好きな方は分かってると思います。 S、 まあまあ、あのグレードに S がつく、 RS がつく、モデルの一応専用カラー、オプションで選べる専用カラーで、 S ならではなカラーなんです。そうですね、はいはい、デイトナグレー、はい、パールエフェクトでしょ。パールエフェクトです、はい、ちょっと渋めな、渋めですね。大きいボディにも似合ってますよね。むしろいいと思いますよ、はい、かっこいいと思います、渋めで、はい、そしてボディが本当に大きい、うん、そうですね、はい、なんと全長5メーターオーバー、はいはい、で全幅1950、そうです、はい、なんと S クラスのショートより大きいっていう、はい、こんなに大きいんですね。見た目そんな感じしないんですけどね。え、本当ですか。僕見た時大きいなと思ったんですけど。思いました、はい、当然僕ら乗るじゃないですか、はい、大きさも感じないですよ。あ、なるほど、はい、うん、運転しやすいです、すごく。ちょっとデザイン的なものもあるんですかね、うん、ちょっとそうかもしれないですね、感じさせないというか、はい、はい、うん、じゃあ前回りからちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、お願いします。これ S8 になるんで、はい、当然その前側の衣装は専用の、うん、専用になりますね、はい、バンパーなんかもついて、はい、ちょっとこのアグレッシブな、そうですね、はい、ただちょっとやりすぎしてない感じありますよね、うん、はい、なんかS なので RS ではないので、多分その辺もメーカーもちょっと抑えてるんじゃないですかね。ちょっとなんかこう控えめな感じで、そう、はい、でもしっかり主張されてる感じはしますけど、 A とヤンカーよりかは全然ちょっと、はい、そうですね、押し出しの強い、はい、そして普通なんかこの手の車ってこうスポーツモデルになったりするとちょっとこう黒が増えたりするんですけど、黒いところがないんですね、はい、はい、基本はないですね。やっぱりアウディの他のモデルに習ってこのサテンのシルバーが、うん、そうです、はい、対応されているっていう、はい、うん、はい、で、はい、ライトは、うん、これマトリックス LED です、ね、そうです、はい、あのハイビームでこう対向車とか、はい、前の車だけ避ける、そうです、そうです、はい、特徴的なデザインですよね、はい、すごくかっこいいです。デザインもかっこいいですよね。かっこいいですよね、はい、なんかちょっとこの羽みたいな、はい、確かにこんなヘッドライトもついてると、はい、でこれちょっとこの何ていうんですか、こうパーツ構成独特ですよね。どういうことですか。この普通バンパーってここで切れるじゃないですか、はい、はい、それがここまでこうフェンダーがついて、ああ、そういうことですね、はい、なんでですかね、これ多分フェンダーとかいろんな理由があるんですかね、ボンネットとか、そうなんですかね、フレームとかちょっと特徴的な、うん、パーツ構成になってますよね。確かに土に言われて初めて僕も、あ、そうだと思いました。なんかリアもこれの流れに習ってるじゃないですか。あ、そうですね、確かにリアはなんかこうロールスとかもうそういう感じじゃないですか、はい、あ、バンパーで下側だけこうなんかつながってて、はい、はい、ちょっと特徴的な、はい、そんなバンパーになってます、はい、であとちょっと一点触れておきたいんですけど、なんかアルミをなんかめちゃめちゃ多用してるんですよね、うん、そうです、はい、はい、ボディですよね、はい、フレーム一応車は2トン近く、はい、2トン強あるんでしたっけ。そうです、なんですけどちょっとその辺 かなり軽く作ってる、はい、はい、従来のモデルというかこのぐらいのサイズのモデルでこのエンジンで4駆でって考えたら相当軽いと思います。なるほど、はい、そして横に回っていくとこれホイールがちょっと僕この表現サイズを見てびっくりしたんですけど、はい、21なんですね。21です、はい、はい、に見えないですよね、なんか。あ、そうですね、普通に履いちゃってて。そうですね、でもデザインはちょっとこうアウディのこうトレンドというか、はい、はい、のちょっと太めのスポーク で、うん、で前に僕雑誌でなんかかっこいいとは何かみたいな某車系雑誌であって、はい、うん、普通に考えたら、はい、こうリムに向かってこう広がっていくこうスポークってちょっとこうかっこいいっていうか、はい、力強いイメージじゃないですか、うん、ただ物理の法則でいうとありえないらしいですよ。要はこう中心から遠いところに重心が持ってっちゃうと、うん、結局その回るものとして、うん、はい、よろしくないっていう。重心もやっぱりその中心に寄ってった方がその運動性能的には当然良くなるっていう、はい、だ回転するものの外側にこう重心があると、うん、余計こう重量が軽くても良くないっていう、
何言ってるか分かんないですよね。いや、言いたいことは分かります最初の動き出しの力が必要だってことですよね。外側がブレーキを止める時も、はい、その重心が中心に寄ってるオイルの方が運動性能が高いっていう、うん、なるほどね、はい、太く外側に向かって太くしちゃうとデザイン的にはかっこいいんですけど、運動性能的には良くないっていう、物理的にスポーツカーなんかはこうリムに向かって細くなる方がこう多いし、そっちの方がかっこよく見えるっていう。へえ。ただその辺もバランスなんですよね、やっぱり、うん、そうでしょうね、見た目を取っちゃあれだし、うん、でもアウディはしっかりなんかここもちゃんと抜いてあって、これ別のパーツというか、そうですね、別のパーツになってますよね、これは完全に。だからこれデザイン見ても、うん、この外側に行きながら太くはなってるんですけど、うん、それでも多分かなり軽く作ってるし、そうですね、ちゃんとこの辺も立体的に作って、うん、でもやっぱり、はい、まあ、昔からそうですけど、このちゃんと肉抜きされてて、はいはいはい、強さを保ちながらやっぱり軽量化も考えてはね、いるんでしょうね。ポルシェのホイールなんか結構その中空になってたりとか、なってますね、裏側もざっくりえぐられてたりね。そう、だから全体的なバランスは多分その辺も考えてます、ね、考えてるんだと思いますね。デザインもさることながら、なるほど、うん、でブレーキはなんかもう全然主張してないから、うん、あんまりこう気がつかなかったんですけど、ブレーキもめちゃめちゃ大きいの入ってますね。でかいですよこれだってこれでも全然主張しないんですね。そう、もうホイール自体が21インチですから、はい、それでこの大きさですからね。これ6ボットですか。6ボットですねこれ、はい、これちょっと塗りたいですね。塗りたいですよね、はい、ちょっとこれ地味すぎる感じもしなくもないです ね、 ちょっとプラッティングシルバーか黒か、あ、かっこいいですよね、はい、ちょっと渋めの色でペイントしたい、そんなキャリパーですね、うん、はい、はい、でこれ足回りはこれエアサスになるんですかね、うん、そうですね、なるほど、はい、うん、こんな足元でございます、はい、で横には V8 ターボの、はいはい、エンブレムと、で、うん、やっぱりミラーは S モデル、他のモデルと共通 で、 で、ね、このサテンのシルバーですね、はい、なるほど。で窓枠なんかもメッキが、うん、はい、とってもメッキが、はい、ちょっと高級感も、はい、出しつつ、そうですね、はい、で後ろに回っていくと、はい、意外や意外これ4本通しなんですね。そうなんですよ、はい、普通この手のビッグセダンとか、うん、はい、ちょっとスポーツモデルってリアの方がどうしても太いのとか、ね、はい、履いてるんですけど、はい、S8 はそうなんですよ、 S8 ですね、はい、S8 はなんと4本通し、はい、通しです。なるほど、うん、で後ろに回っていくと、この年式というかこの年代のアウディ、まあ、共通なんですけど、うん、リアってもう全く別のセクションでこうデザインされてるんですよ。ここでプレスラインこう入れて、はい、普通の車ってこうつながってるじゃないですか。そうですね、はい、全く切り離してなんかデザインしてるんですね。してますよね、はい、さっきのフロント周りの特徴的なデザインと、はい、本当にフロントサイドリアでなんか、だと僕勝手に思ったんですけど、こうリアの結構その空気の流れ的に分けてるのかなと思ったんですよ。それもなんかありますよね。なんかでもここを3点のラインがこう重なって、ここ補強も入って、補強的な理由もあるんですかね。あ、どうなんですかね。でも多分相当ボディ強度は計算してると思います。だってアルミを使ってますから軽量ですけど、本来弱いと思われがちな、てか弱いと思われ、弱くて当然じゃないですか、アルミなんで柔らかい。だからその辺も多分こうプレスとか形とかで接合結合の部分で、多分もしかするとクラッシャブルゾーン的に、はいはい、例えばこう綺麗にこう潰れてキャビンスペースは残すとか、いろんなことを考えてるんだと思いますね。特徴的なプレスラインですよね。特徴的ですね。あとなんかリアをこうストンって切っちゃうと空気抵抗的に有利なんですよね、うん、あ、そうなんですか。そうです。だからプリウスとか後ろこうスパッと切ったデザインになってるじゃないですか、はい、スーパーカーとかもランボとかもこう後ろ、うん、断崖絶壁になってるじゃないですか、はい、あれってなんかこう空気的にかなり有利っていう。へー。なんか理想はこうずっと伸ばしてってだんだんこう狭めるのが理想らしいんですけど、はいはい、普通にこう市販車でそれできないじゃないですか、うん、その代わりにこうバツンって切っちゃうと、うん、それなりのちょっとこう効果が得られるっていうんで、プリウスなんかこう断崖絶壁になってるらしいですよ。へー。でもそれって下からの風をもうまっすぐ後ろに流さなきゃいけないですよね。それもあるじゃないですか。なんでかっていうと、だってステーションワゴンとかミニバンってスパンって切られてるじゃないですか、はい、ここめっちゃ汚れますよね。だから多分ここ、ま、ここ巻いてる、普通巻いちゃうと思うんですよ。そうすると逆に引っ張られちゃうから抵抗になるはずなんですよね。だからリアスポがついてたり、はい、ちっちゃいリアスポ、はい、国産のミニバンもみんなついてるじゃないですか、汚れないようにとか。でもないんですよね。だから本当に本当だ、ね、ここが微妙にこうちょっとこう何ていうんですか、はい、ダックテールダックテールっていうか上がってますね。トランク上がったりとか、うん、こういう微妙な形状で考えてるのかな。だからなんかもう
いろいろあるんでしょうね、うん、ただ切ってるだけには見えないもんね、はい、確かに。そしてリア S8 のエンブレムと、はい、でマフラーはこれ、うん、ちょっとあんまり主張しないんで、はい、気がつかなかったですけど、うん、一応4本出しなんですよね。そうですね、はいはい、こうでもどうやって感じじゃないですよね、絵面も。だからちょっとこう AMG とかだともっと出てるじゃないですか、マジって、うん、すごく控えめですよね全国出張買取いたします。欧州車の買取はボンドカーズまで。はい、じゃあ続いて内装をちょっと見てみたいと思います。はい、はい、ちょっと高級車装備それぞれがついてるかどうか。そうですね、これまずこれ、はい、どこでも止まるやつですか、これ。そうです。あ、一応というか、はい、もちろんついてるんです、ね、ついてます、はい、さすがアウディトップグレード。はい、はい、そしてソフトクローズも、うん、ついてます。あ、ついてるんですね。ついてます。この辺は当然のように、はい、はい、そして開けると、うん、内装割と渋めですね。ただやっぱり渋いですね。シートなんかはダイヤモンドステッチが使われてたりとか、うん、はい、かなり豪華な仕様になっております。はい、でドアから行くと、あ、やっぱり全部レザーなんですね。そうなんですよ。当然抜かりないですよね。抜かりないです、はい、ただステッチなんかはこう同色系の色で、うん、なんか本当に控えめですね。控えめなんですよ。これステッチぐらいちょっとこうシルバーとか赤とか使うかと思いきや、はい、本当に同色系のステッチで、もうちょっとね明るい色でもいいよね。確かに、うん、でもなんかもう車のこの外観からすると、うん、こっちの方が合ってるのかもしれないです、うん、で当然この辺レザーで、はい、この辺がアルミのちょっと質感を残した感じ、はい、サテン系のドアハンドルと、はい、でカーボンのパネルと、はい、カーボンパネルと、はい、アルカンターラと。そうですね、はい、もうプラスチックな部分ほとんどないですね。ないです。さすがちょっと高級な感じです、うん、はい、はい、あ、そんなところに小物入れもついてる。そうなんですよ。珍しいですね。これ気がつかないですよね。あんまりないですよね。あんまりないと思います。でも意外に結構使えそうな、うん、はい、だからいい感じの位置ですよ。なるほど、はい、あとこちらですね、ドアポケット、はい、もついてると、はい、で中に行くと、うん、シートこれ割と調整の幅は、はい、結構ありますね。ありますよね。あります、はい、そしてちゃんとスイッチがピアノブラックっていう、はい、ちょっと高級感も、うん、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、わあ、もうゆったりめです。結構ゆったりですね。そうですね。あ、ただでもクッションは割と硬いです、うんうん、そうですね、はい、しっかりしてますね。そして前面もう肌触れるところ全部パンチングなんですね。はい、もう全然なんか、うん、背もたれもシートも割とゆったりです、うん、そうですね。もっとやっぱり S モデルだからもうちょっとこう、あ、引き締まったスポーティーかなと思ったんですけど、うん、そんな感じではないですね。やっぱりベースが A8 ですから、そうですね、はい、ちょっとコンフォートな、うん、どっちかっていうとそっち寄りですかね。はい、でもものすごい高級感ありますよね。そうですね、実際に見ると、はい、うん、レザーの質感もかなりいい感じですよね、はい、はい、そしてステアリングがこれ3本になるのが、うん、S8 だけ、はいはい、専用のステアリングがついてると、はいはい、ただこれ D シェイプとかではないんですね。でないですね、はい、うん、ちょっとちゃんと普通の丸いステアリングで、はい、そしてパンチングでもないんですね。そうです、はい、だその辺がちょっとやっぱり他の S モデルとか RS モデルとちょっと一線を画すような、はいはい、感じでございます、はい、ただステアリングはやっぱりちょっとシルバーのステッチで、はい、気がつきましたね。ちょっとこの辺は主張があります。でもなんか思わないですか、はい、僕これを見てて、はい、こっちなんでそれ入れないんだろうなってちょっと思うんですよね。確かに、はい、入れてもいいのになって。統一感的にはなんとなく、はい、ね、かもしくは、まあくる、うん、どうなんですかね。ね、はい、なんですかね。理由があるのかわからないですけど、ただ質感いいですよ。レザーの質感いいですか、はい、ステアリングもツルツル系の。あ、そうですね、はい、でエアバッグもちゃんと、はい、ステッチが入ってて、うん、はい、最近ほらあのツッチーと動画撮影してると、はい、ステアリング太い車ばかりでしたよね、はい、あ、今回だからこれ確かにちょっと細くはないですけど、細いっすね、そう、細いというか、まあ、そういうのに比べると全然普通な感じ、はい、特にスポーツモデルって若干こう太くなったりとか、ね、はい、ありましたよね。カーボンのステアリングとかちょっと太くなったりするんですけど、うん、それに比べると全然細く感じるというか、はい、ね、普通というか、だから握りもしっくりきますよね、はい、でここのこちら側手のひらここ当たるところってここ、うん、意外とこうやって見るとここ平面というか、確かにコブはないないんですよ、うん、丸くこうなってないんですよ。なってないですね。なってないんですよ。これ多分ねすごく握りっていうかフィット感いいと思います。確かに、うん、どこでも持てますね。うん、なんかね、はい、ガングリップとかにもなってないですもんね。そう、
若干ここが掘られてるだけで、掘られてるっていうか、はい、ね、ここだけですね。そうだけです、うん。そしてやっぱりトランスポーターって言ったらパドルですよ、僕。もちろんそうですね、はい。ちょっと小ぶりですけどしっかりついてございます、はい、うん、はい、でメーターはもう定番のアナログ2つに真ん中が情報が出るタイプですね、はい、そうです、はい、でダッシュボードも全部レザーなんですね。はい、そうです、もうしっかり高級じゃないですか。そしてこの辺のパネルもカーボンで、はい、うん、はい、そしてこの辺のカーボンがすごいですね。そうですね、ビャーッとカーボンが全部カーボンですね。そうです、後ろまでじゃないですか。後ろまでずーっとつながってます。うん、すごい、すごい。あ、コモノイデは割と浅めの、はい、そうですね、はい、シンプルです。でシフトもカーボンで、はい、はい、あれこのシフトって A8 っていうか、うん、8だけですか。6とか7これじゃないですよね。形は違う、あ、違いますね。ですよね、うん、ちょっとなんかゴルフのパターみたいな、はい、はい、ちょっと握りやすい感じの、うん、はい、そしてやっぱりボタンは赤くなってるっていう。赤くなってます、はい、でこの辺は割と共通ですよね、他のモデルと、はい、うん、はい、そしてドリンクホルダーも2つついてて、はい、はい、でモニターはこれ出てくるタイプですか。出てくるタイプですね。そうです、出てくるタイプですね、はい、これでしょう、うん、ポチッと。あー、なるほど、はい、もうなんかこれはもう他のアウディと共通です。共通で、はい、はい、安心の、安心の、はい、はい、かなり安心感がある。そうですね、はい、うん、まあ一通りついてますよね。はい、ついてます、はい、うん、よいしょ。これなんですか。あ、これ後ろのシェードですか、うん、あ、なるほどもうついてる。ついてます。これパーキングは。そうです、駐車アシスト。そうです、えー、リバースギアに入れと指示器を。なるほど、そうです。え、これってこの辺の便利装備というか、うん、快適装備ってどこまでついてるんですか。どこまで、はい、パーキングアシスト、もちろん前ついてくタイプの。そうです、レーダークルーズです。クルーズコントロール、はい、あとは衝突軽減ブレーキですね、はい、あとは、このブレンドスポットモニター。あー、なるほど、もついてます。じゃあもう一通り、うん、はい、ついてます。そうです、普通に現代的な装備考えられるものは普通についてます。なるほど、これ前ついてくやつって、はい、どんな感じですか。割と頭いいタイプですか。アウディは頭いいタイプですね。そうなんですね、はい、なるほど、意外と使えると思いますね。なるほど、うん、そんなのも全部ついてる。そうですね、はい、うん、あ、この辺ですね、はい、はい、あとアウディ僕好きなのはこのペダルがちょっと、うん、はい、かっこいい。かっこいいんですよね、はい、でな、あ、前にも言ってなかったか、あ、前ちょっと、あ、そうだ、話したの覚えてます。マカンのゴムのペダル、はい、はいはいはい、でもなぜか、はい、マカンは、はい、あのポルシェジャパンだけなのかわからないんですけど、そのゴムペダルなのにこういうスポーツアルミペダルってオプションの設定がなかったんですよ、アクセサリー。へー、あ、だからあのアウディの Q5 とか。あ、共通なんですよ。そうだから、こういうのをアウディの Q5 のを買うとマカンについたりとか。で、僕、はい、私ご契約いただいたお客様とか、はい、取り付けしてご納車しました。でマカンもだってオプションつけたらえらい金額になるじゃないですか。そうなりますね。えらい金額でゴムペダルってちょっとこう残念じゃないですか。がっかり、がっかりポイントです。でしたね、抜かりないと。はい、これはいいですね、すごくアウディは、うん、あとはピラーなんかは普通のファブリックで、うん、そうですね、はい、なんかこうアルカンターラとかじゃないんですね。で本当に控えめっすね。本当控えめなんですよ、はい、うん、サンルーフは、え、こういう間接照明も、はい、ああなるほど、はい、なんか新鮮なんですけど、ツッチがそうやってえーっつって間接照明があって、はい、新鮮ですね。いや控えめです。あ、控えめですか、はい。最近なんかもう BM もメルセデスもなんかこう色が変わって、そうですね、はい、ちょっと派手な感じもありますね。いろんなところが光ってっていう感じですけど、はいはい、うん、はい、本当に控えめな感じで、うん、はい、落ち着いてます。落ち着いてますね、はい、いや、いい感じです。ちょっと高級感とこの、はいはい、ちょうどいい感じが、スポーティーな感じが、うん、はい、うまくマッチしています。はい、ベンチレーションと、そう、ベンチレーション、はい、でシートヒーターがついてます、はい、当然ついてます、はい、マッサージはさすがについてないんですね。マッサージは確かついてなかったと思いますね。なるほど、うん、はい、でついてたらどうする。ついてます。ついてないですよね。多分ついてないと思う。あれ、ついてるよ。ついてるじゃないですか。やべ、ついてる、ついてる。あ、ほらほら、本当だ、反応してる。わー、これはメルセデスとかの壺押しタイプですね。ああ、そうですね、はい、はい、でこの辺も細かく
設定できると、うん、あ、スピーカーちゃんと BOSE なんですね。そうです、BOSE です。なるほど、はい。ちょっとじゃあ続いてリアボン見てみたいと思います。本当になんか控えめですね。控えめですね、はい、けどちゃんとついてるものはしっかりついてるし、はい、ちゃんとレザー貼るところは全部レザー貼ってるし、そうですね、はいはい、すごく好感が持てます、はい、そしてリアも同じくカーボンとアルカンターラとレザーと、はい、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。あれ、なんでしょう、なんか何ですか、どうしました、後ろの方が随分高いっすね、はい、そんな感じがしますか、はい、いや多分そうなんだと思いますよ。この前がこう、うん、視界がいいタイプ、そうです、そうです、そうです、はい、ちょっと後ろの方が高く感じます、うん、はい、そしてリアも全部これありますね、パンチングなん、パンチング、はい、パンチング、はい、なんですね、はい、パンチング、背もたれも、うん、はい、なるほど。そして、これちゃんとね、ここカーボンなんですよ。これ全部カーボンなんですね。そうなんですよ。すごい。なんか良くないですか。いいっす。いいっすよね。しかもなんかこうついでありますよ、ちゃんとここで。はい。はい、すごい、うん。こんなに豪華にする必要あります。でしかもエアコン全部。そう。フォーゾーンですかこれ。フォーゾーン、フォーゾーンって言っていいのかなこれ。あ、でもリアは左右共通なんですか。共通。だからスリーゾーン。あ、スリーゾーンになるかもしれないですね。シートヒーターちゃんとついてて。そうです。はい。うん、へえ。なんかいいですよねすごく。っていうかここもカーボンじゃないですか。はい。すごい。うん、すごいでしょ。でこの辺のこれなんですか、ついたっすか。そうそうそう、ついたっすね。そう。あとエアコンの吹き出しと。はい、うん、この辺もちゃんとアルミのね、はい、はい、サテンでちゃんと、かっこいいですよね。かっこいいっす、うん、すごく、はい、なんかなんていうんですか、こう真面目な感じですよね、はいはい、で肝心のこのスペース的には、うん、僕175ですけど、はい、前は、はい、ザコマックスですけど上は割と余裕が、楽勝でしょ。ちゃんとここそう天井が一応上がってるんですよ、はい、上がってるんですね。だ本来多分このサンルーフがどうしても、はい、ね、はいはいはい、メーカーがこう、はい、そうです、あるので下がっちゃってますけど、はい、でもちゃんと鉱石のヘッドクリアランスを確保してます。はい、そうですね。で前も、うん、はい、いわゆるこうショートボディになるんですよね。そうです、はい。はい。けど全然余裕です。うん、はい、はい、じゃあもう運転してもいいし後ろ乗っても割と快適ですね。うん、いや快適だと思いますよ。はい、うん、だからちょっと土取れるかな。僕このこうドリンクホルダーじゃないですか。はい、あ別に普通なんですけども。はい、一番好きなのって、はい、ここで、はい、ね、はい、こうフィット感良くないですか。あ私どうってことないんですけど、あちょうどこのシートの切れ目のところにこの、はい、まあ、どっちも兼ね備えてるというか、なるほど、こう起こした時の、あ、はい、これと寝かした時のこのフィット感、そんな風に作ってるんですね。なんかこだわってんのかなっていう思いました。いやこのここの質感いいですよ、カーボンで、うん、レザーでね、ちゃんとレザーでしっかり作ってあって、あ一応トランクスルーにもなってるんですね。これね、そうこっちトランクスルーになるんですよ。これじゃあスルーになってるんですね。そうなってます。はい、そしてリアは先ほどちょっと触ってみた通りシェードがついてて、はい、うん、はい、でこっちもシェードがついてるんですね、うん、サイドついてます、はい、あこれで、はい、開け閉めできますね。なるほど、うん、ああで灰皿が、そうです、なんか珍しいですね最近こう灰皿付きの。そうですね、はい、リアも快適です。いやとても快適です、はいはい、こんな感じでしょうか。はい、これリア3連で視界が付いてるんですか。本当ですね、すごいですねこれね、すごいなるほど、 USB とか付いてないですけどこれだけ視界あれば、うん、はい、携帯の充電とかは特に困らなそうです。そうですね、はい、ここも全部つながってカーボンなんじゃないですか、うん、すごい。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、トランクは、あ、なんかもうさすがの広さです。はい、はい、広い、もう広いですね。ゴルフバッグこう普通に重ねれば2つ全然いけます、ね、あもう全然楽勝ですね、はい、で横も割とえぐってあって、はい、はい、で僕的にかなり好感が持てるのはここまでちゃんと全部ファブリックが貼ってあるっていう、うん、そうなんですよ、はい、しっかりと。そして先ほどのトランクスルーにつながるタイプが、はいはい、あって、
で、これ下もちょっと、うん、あれですか、スペースこれで、はい、しかもこれちゃんと引っかかるやつがあるじゃないですか。ありますよ。もうめちゃめちゃなんか交換、はいはい、あ、そしてスペアタイヤなんですね。はい、ファンク修理キットじゃないんですね。そう、なるほど。テンパーですけど、はい、タイヤが入ってます。じゃあトランスポーター 1ごっこができるじゃないですか、うん、1は確かパンクして途中でタイヤ交換して。ああ、そうでしたね。ですよね、はい、はい、それを思い出しました。はい、できますね。っていう僕のどうでもいい話です。はい、はい、そして気になるのがこの、まあ、ついてて当然なんですけど、この締まり方、なんか最近コメントいただいて、うん、こうバタンって締まりますねって、はい、メルセデスは、はいはい、確かにそう言われるとこう優しく締まる車と、はい、こうメルセデスみたいにこうワイルドに締まる車あるじゃないですか。そうですね、はい、パターンと S8 はどっちかっていう、はいはい、あ、優しく締まるんですね。これ優しいですか。優しくないですかこれちょっと割と優しい系かなと思ったんですけど。あ、そうですね、はいはい、ベントレーとかってこう、はい、なんかこう速度がま、こうなんかこうよく皆さんに壊れてるみたいに言われるんですけど、一定でこう締まっていかないんですよ。なんかこうぎこちないんですよ。でもそれはもう最初からそういう動きなんですよ。僕的には割とこれちょっと優しいタイプなんじゃないかなっていう、うん、ちょっと最後ちょっとワイルド感あります、ね、そうですね、はい、こんなトラックです、うん、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、ボンネットやっぱりこう結構ギュッとギュッとしてますね、はい、うん、想像以上に、ね、はい、そしてこのスペースなんかこう割とちっちゃいですよね、うん、ちっちゃいですね、他のモデルに習って、はいはい、ただ結構馬力は出てて520馬力でしょ。そうです、はい、でトルクが66キロぐらいですか、まあ、本当に最近すごいのがありすぎて、うん、はい、なんか普通の話しますけどねしちゃいますけど、もうでも500馬力出てますからね、はい、冷静に考えたらすごいです、はいはい、そしてやっぱりメインはクワトロのこの四駆、うん、そうなんですよ、ですからね、はいはい、うん、そしてなんかリアのデフもなんか電子制御のデフかなんか入ってて、はい、そうですね、四駆プラスそのリアの左右のトルク配分なんかも、はい、結構頭よくやってくれるんですよね、うん、だから結構走っても、うん、はい、楽しいというか、いや楽しいと思います、はい、ドライビングが楽しめる車、そうですね、はい、この辺の補強はやっぱりすごいですね。これすごいですね、はい、今カバーかなと思って触ってみたら、そう、しっかりとは、はい、補強されてます。やっぱりアルミを使って軽くしつつ、うん、こう補強が必要なところはこう補強を入れつつ、そうですね、だからアウディに共通しているのはこういうところがすごい出てますもんね。こうやってなんていうの、このなんていうんですかね、うん、造形がそう、はい、だからこれ強度を保ちながらいろいろ、そうですよね。そしてここに来て初めてこの赤を入れるっていう、はい、はい、もう内装とか外装一つも、もう、ね、強いて言えばこのエンブレムぐらいなのぐらいですよ、はい、なんだったらバッテリーのプラス端子の方が目立ってんじゃないかって話そうですね本当にどこまで行っても控えめ、ね、はい、もっと主張していい車だと思うんですけどね、はい、続いて転倒周りを見てみたいと思います。これはデイライトですかね、はい、この外側が光るのがこれがデイライトです。そしてスモールはそれがそのまま暗くなる感じですね。そしてロービームはこの下側 LED が全部光るタイプになります。そしてハイビームはこの上側ですね。で当然ウインカーは流れるタイプとミラーの端が光る感じです。じゃあリアも見てみたいと思います。スモールは真ん中が光るタイプですね。そしてブレーキはハイマウントとスモールの下側が光ります。そしてバックは真ん中外側が光ってます。そしてウインカーはフロント同様流れるタイプが、バックフォグはトランク側内側が光ります。ありがとうございます。マフラーの音もお願いしていいでしょうか。あって感じするよ。僕カメラマンバージョンで、はい、土方さん一押しポイント。あ、でも確かに、うん、アウディってちょっとパワーウィンドルの動き独特っすよね。独特じゃないですか、はい、またメルセデス BMW ちょっと違う、うん、最後のこう締まりがゆっくりこう、はいはい、このぐらい、はい、ゆっくりだってシャコって締まるんですよ。もう一回お願いします。
確かにちょっと最後の閉まる瞬間だけちょっとゆっくりですね。わかります、開くところのこの辺と、はい、閉まるところのこの辺だけがすごくゆっくり、はい、サクッて閉まるんですよ。本当だ、うん、これがなんかそう、なんかね、なんとも言おう、なんていうのかな、こうもうそういうところですよね、なんか気がつかない。そう座っててドア閉めて、これでちょっとカメラマンさん乗ってみて登場で、この閉めた状態でそれでパワーウィンドウ閉めてみて、なんかね、密閉感がすごいの。シュンって、そうそう、これなんかこう抵抗が増えてゆっくり閉まってんじゃなくて、そうしてますよね。そうしてるんだと思います。あと開く時もそう、うんうん、そうしてますね。そうしてる、閉まる瞬間がね、なんかこうすごくパシッてこう密閉された感がすごいんですよ。あれ、あの横から衝突されて身構えるのって、これあのこの次のやつでしたっけ。何ですか身構えるって。車がええってなっちゃう。そう嘘でしょ。そうですよ。え、どういうこと。あれ現行の A8 だっけ、じゃなかったっけ。いや、これの1個次でしょ。何知ってます。知らない。いやいや、だから側面からこう、どういうこと。話が脱線して、ちょっとそれちょっとリンク貼っときますよ。はい、ひじかさん後で見てください。車が横からこう衝突するじゃないですか。そうした時にこうエアサスがこっちからガッて持ち上がって、車が身構えるんですよ。本当に。本当ですよ。それなんで身構えるかって、その車の硬いところで受け止めて、その乗員保護のために車のセンサー、横向きのセンサーにその高速のその衝突物をこう感知すると、車がグイッてなって身構えるって。すごいですね。そんなんでも普通の人知らないじゃないですか、はい、へえ。でもそういうところも考えて作ってるっていう。はあ、素晴らしいですね。とんでもないですよ。だから、はあ、いや、この車じゃないけど、でも考え方一緒じゃん。そう、最新のね、はい、でアウディ、そういうなんかこう普通の人じゃもう一生使わないようなところも、うん、一応じゃないですけど、万が一の時を考えて作られる、はいはい、でもちろんこの車についてないんですけど、うんうん、同じ考えのもとをこうやっぱりずっと車作ってきてるっていう。そうですね。でもそこの辺はもう本当に恐れ入りましたって感じですよ。真面目ですね、はい、素晴らしい。どうですかって言わないじゃないですか。だからこれも、だからこれも僕らの今回のこの紹介で全然多分触れてないもっとすごい機能多分あると思うんですよ、はい、だそれをなんかこう見せないというか。いやー、さすがですね。すごいですね。でもちょっとこれあんまり言っていい話かどうかわからないですけど、ちょっと新車だとちょっとこれライバルが多すぎますね。新車の価格帯だと、まあ、約2000万近くになってしまいますからね、はい、そうするとなんかもっとこういろんなこう選択肢がぶわっと広がっちゃうじゃないですか。そうですね。だもっとこう分かりやすくこう主張している車も増えちゃうから、あ本当に S63 とか7シリーズ の M とか、なんだかもっと言えばもっといろんな車あるじゃないです か。なんかちょっともったいない、はい、なんかちょっとあの、はい、映画さっきトランスポーターのお話してたじゃないですか。あの主人公のキャラと一緒なんですね。思いました、それは僕は、ね、思いました。いやいや、なんか今すごいリンクした、はい、それが、はい、ちょっとこうスーツパリッと着こなして、そう、はい、見た目はそんなでもないのにっていう、素振りもこうちゃんとこう、そうですね。確かなるほど、わかりやすい。それがちょっとこうなんですか、スポンサーであの車使われてるのか、うん、そういうキャラクターをね、キャラクターとして使われてるのかちょっとわかんないですけど、うん、確かにすごいマッチしてますね、それ。確かに、はい、そしてこれ中古というかその、はい、だともう価格めちゃくちゃお買い得じゃないですか。これすごくお買い得ですよこの装備でこの、はいはい、内容だと、だから価格で考えてこう1段階2段階って落ちていって、まあ、車っていろいろ考え方ありますけど、例えばこう2000万の車で最初の3年でその 20% 落ちる 30% 落ちる、あの額でいうよりもパーセンテージで考えた方が意外と車の値落ちの仕方って捉えやすくて、じゃあ3000万の車だからいくらになるとかっていうよりも、そこからやっぱり車の人気だったり認知度だったり、そのなんていうんですか、プレミアム感によってやっぱ 15% しか落ちない車だったり 30% 落ちる。で今これ考えたらすごくないですか。1800万ぐらいの車でうちの売り値がもう700万。いや、本当、本当にやっぱり中古車市場って特に人気とかこう、はいはい、需要が結構大きくですよ、ね、価格帯によって当然マーケット、いろんな車が存在しますから、新車がいくらっていうよりも、うん、僕お客様にこういろいろお話するんですけど、
うちが値段プライス考えて貼り出しますけど、でも買うか買わないってお客様が決めるじゃないですか。じゃあこの車が800万なら買う、この車が600万なら買う、結局お客様が買うか買わないか相場が動くっていうこと。市場価格がそれで決まっています。その通りですね、はい、結局はそういうところだと思います。今日改めて見て本当にちょっとお買い得な車だっていうのを、はい、欲しくなっちゃいました。痛感しました、はい、改めて。でも僕にはちょっと似合わないというか。そうですか、はい、かっこいいと思いますけど、身だしなみもちょっとパリッとしないと、ちょっと乗れない。なんかでもどっちでもいけると思いますよ僕は、まあはい、ちょっとファミリーユースなんで、ねはい、全然普通に乗っていただけるんで、オンオフ OK って感じで。確かに、はい、この車もし触るとすれば、うんはい、僕ですか。いや僕だったら、まあ、僕もあるんですよ。ありますか。さっき言いましたけどキャリパーあるじゃないですか。あ確かにキャリパーちょっと、はい、そうですね。あのせっかくなんで僕アルミはこのまま乗りたくないです。アルミだけは主張したいです。ボディは触らなくていいので。僕もなんです。あそうです。僕もうアウディといったらアプトかなっていう。そうですね。でアプトこれエアロは出てないんですけど、はい、タイホイールとマフラーが出てるんです、はいはい、なんでもうローダウンしてアプトのホイール入れて、うん、アプトのマフラー入れるだけで、うんこうちょっと控えめな S8 から。ああいいですね、はい。車格に見合ってますね。ちょっとおっていう S8 になるんじゃないかな。うんうんうん、いやいいと思います。個人的にはかなりアプトおすすめでございます。そうですね。はい。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりアウディ S8 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。